ソフトバンク国母新監督柳田お前キャプテンやめろ。ソフトバンクの秋季練習が23日、ペイペイドームで始まった。この日就任発表会見に臨んだ国母新監督が冒頭の挨拶の締めとして突如柳田に通達し騒然となった。勇気、2年間キャプテンお疲れさん。キャプテンの任を解きます。はい、クビー。いきなり厳しいこと言うやん。国母何考えとんねん。投げやりになったのか。来年はキャプテンを置きませんお疲れ様でした。やっぱ言っちゃってるって。今までの経験でいらないってことだろ。優勝逃してるからなんでもありだな。聞いた、キャプテンタイプじゃないし。そもそもキャプテンいる？役割よくわからんし。栗原は自称副主将。もうなんでもいいわう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメントも気軽に待ってます。